見つけたぜ。詳しく話すとなると少々複雑だ。かいつまんで説明しよう。またファデュイか。どこに行ってもあいつらってちょっかいをかけてくるよな。エンジン様が力を失った。もしそれをファデュイが知ったら、その隙をついて攻めてこないでしょうか。だからこれは我々だけの秘密だ。決して口外しないように。でないと私は窮地に立たされる。君たちを安心させてあげたいのは山々だが、様々な勢力に追われている今、とても心を休められるような状況ではない。面倒事は私に任せ、君たちはやるべきことに専念すればいい。エンジン様を支えて私も力を貸すぞ。大した力はないけど。謙遜しすぎだ、イアンさん。北条の国の誇りである君の実力は誰もが知っている。その、ごめんなさい。みんな心配事をたくさん抱えてるのに、私は感情に任せてばかりで。謝る必要はない。誰にでも感情はあるし、私も例外ではない。君の気持ちはよくわかる。カチーナの孤名を見つけたのなら、サク探しに行くとしよう。さあ、ついてきてくれ。よく気づいたな。ここは私が様々な記念品を保管している場所だ。実際に見るのは初めてです。こんなにたくさんあるなんて。全ての部族のものが揃っていますね。集めるのにさぞ苦労されたことでしょう。趣味のようなものだ。ナタでは誰もが英雄の物語を聞きながら大人になるからな。物は記録を残すのに優れた媒体だ。人の脳よりよほど頼りになる。私はこれから儀式の準備をしなければならない。準備が整うまで自由に見学していてくれ。もし興味をそそられる品があれば、その歴史を聞かせてあげよう。じゃ、遠慮なく見学させてもらうぜ。これはきっと流線の収納だろ。ああ、その釣り具一式はマタバルという伝説の漁師から預かったものだ。彼とは酒場で知り合ってな。巨大な魚を追うために緻密な計画を立てていると言っていた。当時私はその目に戦意と渇望を見た。彼にとって海は名誉をかけた戦場だったのだろう。それでそいつの計画は成功したのか。再び会った時、彼はひどい怪我を負っていた。その魚がアビスに侵食されていたんだ。獲物を仕留めはしたものの、重傷を負ってしまい、彼は二度と海に出られなくなった。マタバルに聞かれたことがある。エンジン様、取った魚を持ち帰れなかった漁師は戦いに勝ったと言えるでしょうかと。勝ったとオイラは思うぞ。私もだ。彼のその経験にこそ戦利品をも超える価値があるのだからな。その後彼は釣り具一式を譲ってくれた。よかったら使ってくれとな。ってことはお前も釣りができるのか。機会があれば腕比べしてもいいぞ。
粉塵はしばらく置いておく必要がある。もう少し待っていてくれ。そうだ、ナタの文化をより感じられただろうか。おう、どの記念品にも物語があるんだな。こうして見るとナタって本当にいろんなことを経験してきたみたいだ。お守りを見るとアテアの言葉を思い出すし、お前にとってここにあるものはどれも特別な思い出を呼び起こしてくれるものなんだろう。ああそうだ。そしてこれら記念品の役割は各部族に伝わる古名と似ている。我々に時間の真の姿を見せてくれるのだ。時間の姿？我々は時間を一本の線とし、それに沿って進むことしかできないと直感的に捉えている。過去を変えることも未来を予知することもできない。だがもう一つ別の解釈が存在する。私が思うにこちらの方がより真実に近い。過去、現在、未来、すべてが同時に存在しているのだ。同時に存在？何言ってるんだ？ふん、言い方を変えよう。君たちが旅の終点にたどり着いた時、どの国での経験が最も重要だったと思うだろうか。そう、終点にたどり着いても旅で経験したことは消えない。ただ君たちの経験や見聞に変わっただけだ。そのうちの一つでも欠ければ君たちは別の選択を取り、全く異なる終点へとたどり着くことになるかもしれない。一方、まだ訪れていない未来にも同じことが言える。現実になってはいないが、それはすでに存在しているものであり、我々はそれを感知する手段を持っていないだけだ。無論、一部の優れたものは未来を予知できる。彼らはそれを運命と称するのだが、こっちの概念なら馴染みがあるのではないだろうか。そう言われると確かに理解しやすいな。まだ起きてないのにすでに存在してるってことか。人間は現在を感じることにしか長けておらず、過去をすぐ忘れ未来をないがしろにしてしまう。ああ、そして非化成矢の巡礼と余巡者の戦争が未来を示してくれる。別の時空のナタ人が団結することでアビスのような難敵にも立ち向かえるのだ。初代エンジンはどれほどの先見の明を持ち、このようなルールを作り上げたのか、頭が下がるばかりだな。あ、初代エンジンもかつて人間だった。大きな力こそ持ち合わせていなかったが、カムクラを利用することで天空から力を借り受け、ナタのルールを作った。このルールがあったからこそ、ナタの人々は誰もが神になりうるのだ。非化成矢の巡礼で選ばれた最強の者が、カムクラにつく栄誉を授かった瞬間、その身に烈焔が覚醒する。また同時に、ナタに関する様々な知識や記憶を得るのだ。先ほど君たちに教えた内容も、聖歌から学んだものになる。なるほどな。カムクラとルールの力か。あれ？これって、家族の絵か？ん？ああ。私の父と母、そして妹と私たち二人で飼っていた、古竜だ。父の革鎧から一部を切り取りキャンバスにし、腕のいい画家に描いてもらったものだよ。かわいい妹さんだな。お前とすっごく仲が良さそうだぞ。ひひ、神になる前はただの人間だったって聞いた時は想像できなかったけど、この絵を見ると納得だな。見た感じどこにでもいそうな人って感じがするけど。こんなこと言っちゃ面白かったか。今更聞いたところで手遅れだぞ。ごめん、ちょい口が滑って冗談だ。このくらいのことで怒るわけがないだろ。
他人にどう評されようと、これは私の過去だ。私にとってかけがえのない宝であり、いつ何時も誇りに思っている。人が神になろうと家族とのつながりを断つことはない。ただまあ、忙しさのあまり避ける時間が減るのは事実だが、父は肉を煮込んだ料理が得意でな。妹はそれをよそった食器を手によく私のところに来ていた。そして共に絨毯の上に座って食べるのだ。だがある日、ドアを閉め忘れ古竜たちが入ってきてしまったことがある。そして食器をひっくり返してしまった。すると妹は大泣き、そのいたずらっ子どもは肉を食べようとする手を止め、みじろぎ一つできなくなっていた。床に伏せたまましゅんとする姿を目にしたら、どうにも叱責できなくてな。代わりに妹を慰めるのに手を尽くしたよ。へえ。家族とはそういうものだろ。過去の微笑ましいエピソードの一つだ。こういった経験をしてきたからこそ、ナタを守るとは一体何を守ることなのかをひとときも忘れずにいられる。それからどうなったんだ？この絵って結構年季が入ってるし、妹さんはもう大人になってるんだろ？確か建築家と芸術家になったはずだ。数多くの建築物を手掛け、様々な芸術作品を生み出したと。その話はまたの機会としよう。粉塵の準備が整った。そろそろ始められる。ヤンサ、ムアラニ、チャスカ、来てくれ。5名を置いたらすぐに始めよう。天地に通ずる生命の子霊、絶えぬ物語の伝承よ、古の名、この声に運命のものを答えさせよ。また喧嘩か。カチーナちゃん大丈夫？間違いじゃないよね。これってまたアビスが見せてる幻？落ち着いてカチーナちゃん、本物だよ。君を連れ戻そうとしてるの。モアラニちゃん、旅人さん、パイモンちゃん、それにみんな、あのね、ヤガミの国をずっと調べてて分かったの。何もかも大霊がハビスの影響を受けたのが原因だって。大霊なら私を元の場所に戻してくれると思った。けどとてつもなく強いハビスの魔物にあって、もう少しで殺されそうになって、大霊が残されたわずかな力で私を守ってくれたの。私も魔物を避けながら大霊を救う方法を探そうとしたけど、でもここ本当にめちゃくちゃで、しょっちゅう怖い声を聞いたり恐ろしいものを見たりして。カチーナ、その声を信じてはいけない。アビスが意識を蝕もうとしている証拠だ。自分を守ることだけに専念しろ。私たちもすぐに向かう。そこでじっとしていてくれ。大丈夫だよ。みんなと話せてだいぶ落ち着いたから心配しないで。私弱いし存在感薄いし、忘れられて見捨てられても仕方ないのに。助けようとしてくれてありがとう。でも帰る方法は自分で探すよ。私を助けるために危険なことはしなくていいから。カチーナちゃんはいつもそう。
強がらなくていいんだよ。私たちは絶対に助けに行くから。アビスに何を吹き込まれたか知らないけど、これだけははっきり言える。カチーナちゃんを荷物だと思ってる人は誰一人いない。予順者の戦争を勝ち抜いた君は間違いなくナタの英雄なの。英雄として喝采を浴びるためにも、私たちが迎えに行くのをおとなしく待ってて。信じてくれればいい。我々は一人で戦ったりしない。私たちは決して君を見捨てたりしない。そうそう、ここまで来て諦めるわけにはいかないぞ。ありがとう。気をつけて。通信はここまでか。さて、次がこたびの救助において最も危険な段階だ。肉体のまま八神の国に入ってもらう。八神の国に通ずる入り口は、アビスが侵入してきた際に残したものだ。たとえ接触時間がわずかでも、汚染されかねない。はい。心の準備はもうできています。ああ、成功を祈っている。それと、クイクに連絡し、ここで待機してもらおう。アビスの侵食を処置することに関して、彼女は経験豊富だからな。その顔を見るに、また喧嘩をしたのか？心が痛いです。またあいつに迷惑をかけることになるなんて。エンジン様、私も同行させてください。人が大いに越したことはないはずです。みんな、私とカチーナちゃんのために力を貸してくれて。本当にありがとう。時間がもったいないし、早速出発しよう。私は今力を失っている。直接的な支援はできないが、ここで八神の国の変化を観測することは可能だ。イアンサ、万が一自分の力ではどうにもならない状況に遭遇した時は。そんなことにはなりません。あ、それを願おう。